ジャニワカチャンネル。よろしくお願いします。お願いします。キンプリの高橋海人君でちょっと喋りたいんですけれども、はいはいはい、高橋海人君はやっぱりね、うん、一生懸命というか、うん、そうね、真面目というか、うん、こう真剣に取り組むっていうね、うん、姿がやっぱこうかっこいいなと思うんですよね、うん、なるほど。その真剣に真面目に取り組むがゆえに、いまだに怖いって言ってることがあって、なんかいろんな経験してね、もう何でも来いみたいな、そう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 、無邪気にこう自由本当にやりませんみたいな感じですけど、そう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 、怖がってるものがあるんです。そう、何やと思うと怖が、虫とか、うん、違います、バラエティーですもうもうちょっと動揺出してや、2個目いろいろ考えとったのに、もうええじゃん、別に考えてへんやそう言われたら出てけへんけどバラエティーが、バラエティーが、え、意外、いまだにバラエティーが怖いって言って、意外っす ね、 ね、すごい得意そうっていうか、めちゃくちゃ面白い、面白いコメントも言うし、はいはい、リアクションも面白いのに、はい、やっぱいまだに怖い、そうなんや、まあ、それほど真剣に向き合ってるっていう、そっか、向き合ってるからこそ、こそあんなに面白くできるかなとかいろいろ、それがまあいろんなハプニングにつながるんでしょうね。なるほどね、うん、我々ももうちょっと怖かった方がいいですよバラエティーとか、ほなヘラ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 してる場合ちゃいますよ、これマッセーじゃないですよオッケーじゃないですよ、だと緊張感もなく、まあ、もし皆さんもですね、高橋海人君情報を何か知ってるのであれば、またコメントで教えてください。お願いします。この番組面白かったと思った方、そしてジャニーズ好きな方は、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。